どうも、こんばんは、エヌムです。今回は潜入する夜のクラブ、ムツキトオルが手に入るクエストですね、の A に挑戦していきたいと思います。で、使っていくのはこちらのクインクスハンですね。まあ、こういったストーリーに沿った新しいイベントはもう積極的にクインクスハンでいきたいと思います。では行きましょう。さて、とりあえずね、3フロアまであると思うんで、まず最高のスキルを貯めておきたいのと、ムツキだね。ムツキの敵の、攻撃力を 70% にするのかな。そのスキルも貯めておきたいから、まあ、とりあえずこれで3フロアまでみんなのスキルを貯めつついきたいと思います。まあ、多分適当にやっても貯まるよね。でまあ、今回一応ボーストメンターを入れてるんだけど、極力使わないようにしていきたいんだが、できるかな。やばくなったら解放する感じでピンチになったらボーストメンターを解放する感じでいきましょう。どれだけ削れるかにもよるな。てかやっぱこのクインクスハンの並び最高よ。一応防御初手上げといて、さあ最終フロア、確かササコだったかな。オートでしか回してないから何してくるとかかとか知らないんだけど、じゃあとりあえずムツキまずね、敵の攻撃力を下げていく。で味方全体のガード率を 20% アップさせて、ハイセが武器耐久値マイナス5するんで、とりあえずここで打っとくか。初手打ってね、味方の攻撃力を上げていく。 OK、 ブレイクできっかな。これブレイクできるか微妙なんだけど、ハイセに貯めるような立ち回りでいくか。ハイセのスキルを貯めておいて、ああこれいけないかな、いけねえな、いけないから、とりあえず暴走メンターに変えて、で暴走メンターもブレイクできなかったから、ここはムツキがねもう打っちゃってるので、ウリに交代しましょう。でウリがブレイクしてくれる。 OK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 
普通に使っちゃったわ、はい、あでもこの HP の削れ方だときついかな。ボーストメンターいたとしてもきついのかもしれない。ウリのスキル打つけどさ、こいつ自分の防御力を下げるんだよね。で打ってさあどれぐらい削れる。こいつバフかかってないからな、ハイセの攻撃力バフかかってない。あでも1万ぐらい入るんだ一発。オッケーオッケー、とりあえずこれで置いとこうか。武器耐久値を削れるのがハイセ、知らずどうだったかな。知らずのスキルちょっと忘れちゃったんだけど、おっと何防御力下げてきた。かわいいよ防御力下げてきた、もしかして。あーきつい、待てやめろ。あーウリがいっちまった。じゃあとりあえずまたハイセブレイクできるな。これは普通にもうスキル溜まってるし2回打てる計算して、ハイセ打たすために両端の2人を残しておかなきゃいけないから、とりあえずボーストメンターで殴ってハイセ出して、ハイセでブレイク、武器耐久値まず1回削って、ほんでハイセに溜めるような立ち回りをしていきましょう。一応最後打っとくか。これ何ターン目だっけな、このターンで切れるのかな、このターンで切れるんじゃない。ハイセ君溜まってくれ、よし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 、オッケー、油断しない、オッケー。このターン中倒せるか、このターン中倒せそうだな。さあ終わりだ、リニューアルもう1年ですね、ちょうどリニューアルしてからきっちり最後ハイセで決めると。1年前のハイセの強さよめちゃくちゃ強いって、まあ今も全然使えるんだけどさ、めちゃくちゃ強かったよなこのハイセが。はい、というわけで、ちょうど50回目のクリアだったっぽいな。今回クインクズ班で、潜入する夜のクラブ、ムツキトール、これはアタッチメント派遣だね、派遣キャラクターのムツキトールが手に入るやつですね。ではお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。